ウースチーナ・ドラベムは、チェコ・ウースチー州の都市。ドイツ語の読みは、アウシヒ・アンデア・エルベ。画家アントン・ナファエル・メングスはこの町の出身である。ウースチーナ・ドラベムは993年頃、貿易中心地として、名前が記載された。市は13世紀後半に、ボヘミア王をたかる二世によって作られた。1423年、神聖ローマ皇帝、ジギスムントから、 ザクセンの守備隊と共に町を征服した、マイセン編境白フリードリヒ一世に対して制約が、された。1426年6月16日、町はわずか2万5千人の手勢のフ素ハ軍に包囲され、救援のため派遣された7万人のドイツ軍が、大量殺戮の上大敗した。町は翌日襲撃され略奪にあった。3年あまり疲弊したまま放っておかれ、 1429年に町は再建された。30年戦争と7年戦争では被害を受けた。ウースチーは1813年8月29日と30日に起きたフランス軍隊オーストリア帝国プロイセン王国連合軍の戦いの場所から遠くない。フランス軍が負け、バンダンムは1万人の兵士らと共に捕虜となった。19世紀の間に町は 非常に産業化された。採掘と化学産業、河川輸送が重要な資産だった。現在も化学製品、薬金学製品、機械部品産業、織物と食品産業が盛んである。ウースチーは初期なチズムの中心であった。1903年11月15日、オーストリアにおけるドイツ労働者等が結成された。これはズデーテンドイツ人等と、 オーストリア国民社会主義運動の元となった。これらの活動の文書はほとんどウースチーで印刷された。1945年4月27日から19日に、かけ、市は連合国軍の空襲にあい、500人の死者が出た。戦後すぐの7月31日、ドイツ人市民に対するウースチーの虐殺が起きた。1945年と1946年に、かけ、 この地域に住んでいたドイツ人のほとんどにあたる5万3千人が追放された。追放されたドイツ人に代わり、ソビエト連邦、スロバキア、ルーマニアから多くの移民がやってきたが、その多くはロマとシンティロマ人であった。冷戦時代、一体の文化的、教育的レベルは地に落ちた。1970年代から1980年代に、かけ、ブースチーに、 多くのパネラーク建築が作られた。1989年のビロード革命で、チェコスロバキア共産主義政権が崩壊すると、市の中核産業は、経済危機に苛まれた。ストリエコフ要塞は、市の南部郊外にある。ウースチーは、ボヘミア高地とチェスケーシュビーカルスコ国立公園の、ロマンティックな光景を楽しむ、観光の中心である。ウースチーは、 1990年代後半に全長150メートルの壁をマティツニー以外に建てたことで悪名高かった。家族で住む家と他人を誤魔化して住む人間の借家とを話すためであった。校舎が主にロマ人の家であったことから国際的な人種差別スキャンダルに発展した。市長ラディスラブ・フルシカは地元の大屋に1998年9月下旬に 壁が完成すると表明した。外国のマスコミが調査のためウース地へ到着し、彼らは市会議員から壁は人種を隔てる意味はないが、普通の市民を通りの反対側から聞こえる騒音や、つまらないものから安全にしておくためだ。と説明した。9月、市は4メートルの防音壁を1.8メートルのセラミックブロック製壁に変更すると発表。子供の遊び場が、 シャク屋軍の正面に建設された。これらの転換にもかかわらず、ロマ人政党と首相代理、ブラジミール・シュピドラは建設にだ高に反対した。壁はアメリカ合衆国会議員、クリス・スミスに批判され、欧州評議会からの代表団は人種差別主義者として壁をやゆし猛烈な解釈を行った。 新たな計画による壁建設計画が始まり、1999年10月5日に工事が始まり、13日に完成された。体を張って壁建設に反対するロマ人が50人集まり、人間の壁を作った。国内と海外から圧力を受け、すぐに市は壁の撤去を決定。完成から6週間後に壁は壊された。スロバキアの都市、 プレショフには公式に2005年同じような壁が建設された。ありがとうございます。